than the world's most extreme fighting tournament. Who will walk away victorious? さあ、キャベツ対イタさん。はい。非常にエンターテインメントな予感がします。そうですね、キャベツ選手といえばもう東撃ではおなじみの選手ですから。ですよね。はい。愛された男キャベツ。さあ対するはですね、プロ契約をしたばかりの板橋なぎす。さあ試合が長いことで有名な板さん対するキャベツ。はい。Are you ready? Fight! 板橋ザンギエフ選手はバイパー戦を得意と、知ってますね。キャラ自体も、ザンギエフ有利と言われてますので、板橋キャベツ選手がどう対処していくかと、そうですね、いうところが、はい、見どころだと思います。どうやってくるかっていうところですね。はい。さあ選出も打っていって、まあ、体力リードは板さん。さあ選出もね、寄せ付けないようにしています。しかし、うまくフェイントを混ぜていくキャベツ。さあ、あれに対して、ザンギ側はどうしていくんですかね。はい、セービング前出しかジャンプを狙っていくことになるんですけども、やっぱキャベツ選手がフェイントをうまく混ぜたので、はい、なかなか的が絞れないといった感じですね。さあ、しかし、立ったところをうまく吸っていきません。今のバーですね、よく見てます。差し返して決めました。さあまさに持っていったところで EX でしたから、フェイントの使い方がたまんないですね。はい、あーっと効いていたのか。さあしかしここは取っていた。シベリアに決まって、さあどこまでタイムもすごい減る。決まった。これは非常に板橋ザンギフらしい選択肢ですね。いや、板橋ザンギフらしいですね。はい、攻撃をめり込んでうっかりバックショップするところですから、よくやってると思います。完全に噛み合って、まず一本選手は板橋ザンギフ。さあしかし今度はキャベツしっかりボンボン決めていく。さあ選手のモード、ダイダイという当たって不自由でとんでもないヘリ、あっという間に体力5分近くまで持っていく。はい、しかし今はキャベツ選手の強気な攻撃で押し返しました。これは選手も読んでいたのか。さあいけるかな。さあ中足サンダーラックで一本取り返してファイナルラウンド。今のこの投げつかりは冷静でしたね。冷静に反撃を決めました。さあ、こっちナイスパン当たると超痛い。さあ、これを持っていて、これは、おっとっと。さあ、こうなるとまたやり直し。さあ、丸いで、あっと、まだ届いてない。さあ、突っ込んでいく、逃げるところに大剣置いてあって、クリュー吸っていく。バーニングで送ってね、うわダブラリング見てる。さあおっと、しかし下げは決まって置き攻め、あーっとスクリューで逆に投げ返して勝ったのは板橋ザンギエフ。さあ最後の画面端で